こんにちは、こんばんは、さよなら。せーの、皆さんこんばんは、むけいだです。はい、ということで今回はなんかこれもメイクと一緒にこう、はい、夏と冬で高齢化しつつあるこちら、茶碗の中身紹介をやっていきたいと思います。まあ、これ気になってるかちょっとよくわかんないんですけど、わかんないよね。なんか勝手にやります。やります。勝手にやっぱ食べてばっかりすぎてなんか紹介する気やってないと無理なんで。理由がそれでごめん。理由がそれでごめん。レッツゴー。マシか、マシか、痛い、痛い、あら。はい、じゃあムクからお願いします。はい、はい、じゃあまずバッグを紹介します。使っているバッグはキャセリーニのものになっております。あのここについてるのがあの熊吉大先生というね、はい、私の大好きなぬいぐるみのキャラになっておりまして、はい、もうお守りみたいな感じでついてるんですね。はい、守護霊ってことですか。違います。あのね、まずこのバッグね、本当にね、たくさん入るからいいよね。そう、あのなんていうの、今日紹介するの毎回全部入ってるかって言われたら違います。ダメじゃん。じゃあ私が選定しますね。どれくらい、何パーセントくらいこれ入ってるか。あ、オッケー、カバンの中にリアルを、リアルをお願いします。はい、じゃん。はい、100。100パー。これあの変わってないよね、多分夏とサンローランのお財布になっております。この色いいよね。これは何でも合うし、あのサイズがね、そうね、なんといってもやっぱりいいです。これ扱いやすい、うん、これは100パー入ってます。100パー入ってます。はい、次ですね。はいはいはい、500ね。100、150くらい。これあの携帯ですね。あれな、またさ、こう中身しょっちゅう買えるじゃん。え、そう、しょっちゅう。今なんか何も入ってないわね。この間まではむいちろうくんとみつりちゃんが入ってた。なんでさ、あんたもさ、確かにみたいな感じで言ってんの。そう、入った、なんでみたいな。どこ行った。待って、みつりちゃんたちどこ行った。ねえ、最低。え、あーアンチ来るよ。どっからアンチ来る。全世界から。全世界から来る。全界隈から来る。マジ。うん、ごめんなさい。すごいじゃん、なんかさ、うん、かわいい。おい、どうじゃ。色がね似てんのよね。そうついってことね。あ、なんか違う、ふいってこと。めんどくさ。次、こちら、あー、あ、75。これはしかもこれ説明してちゃんと、あのこれは私のではなくて、あのママのですね。しかもこれママに誕生日プレゼントあげました。誰と。お姉と。最低なのよ、じゃあ。え、そう。でもだからこそママが心よく貸してくれるんですよ。あ、くれた本人だからね。え、そう。お姉がかわいそうじゃん、それは。お姉持ってんのよ、自分の。あ、持ってるか。そう、じゃあいっか、じゃあいっかって感じで。じゃん。あ、これもね、100だね、最近は。そう、最近はもう100で、うん、マウスピース矯正をやっておりますので、私たち歯ブラシは絶対入ってます。そうです、ね、サンリオの時に買ったやつでね。そう、あの本当におすすめしたいのが、コップ付きのものってあんまないじゃん。うん、やっぱね、コップ付き使えるわ。いいよね。こう手でこうすくってやんなきゃいけないの、あれって結構さ、そう、嫌じゃん。だからコップあるとマジで便利だから、これは超おすすめ。かわいいよね。かわいいからいいね。かわいいからいいの。次、こちら、メイクポーチ。あー、メイクポーチ。私これね、ずっと使ってない。ずっと使ってる。このね、サイズ感がいいのよ、やっぱり。確かに、何でも入りそう。そう、形もふにゃってなるから、うん、カバンに入るし。え、でもなんかそろそろ買いたいから、こんぐらいのちょうどいいのね。ちょうどいいの、なんか教えてください。あ、最近これ、いや、20? 本当に最近か。本当に最近から。まあ、ちょっとね、忙しくって予定がごちゃごちゃになるから、入ってると安心するし、こうやって確認して、うんうん、あ、次編集ここでやんなきゃなみたいなのをやってます。うんうん、はい、ハンカチ。あ、もうゼロ。私見たことない、ムクがハンカチで手拭いてるところ。いつもこう。見れないカメラ。見れないカメラはもうじゃあ、図星じゃん。じゃあ、見ろよ。え、次のハンカチです。次、こちら。これさ、あ、懐かしいじゃん。あの、このポーチはまずずっとお気に入りなんだけど、うん、前はね、リップクリームとか言ってたんだけど、ね、最近ちょっと現実増してですね、あの、皮膚科でもらったクソが出てました。でも、ちょうどいいわ、これに。そうなの、そうなのよ。これちょうどいいわ。ちょうどいいの。うん。まあ、これはちなみに、雑貨フェスティバルみたいなので買ったので、ちょっとどこかわかりません。はい。あと、これね、あの、通帳ですね。はい。こんなボロボロな通帳あるって。確かに、ボロボロだね。うん。だって、通帳逆に見ないもん、最近。でしょ。最近見かけないなと思って、通帳。すごい剥げてんのよ。うん、疲れないでしょ。ずーっとだね。はい、じゃん。あー、これゼロじゃない。これもう見たことはない。よくないよ、みんな。でも分かった、これが YouTuber ってこういうこと、編集とか、うん、隠蔽とか、うん、できちゃうってこと。でもうちらってそういうのなし芸人じゃん。うん、そういうのだけはやめよう芸人じゃん。なのにお前は、うん、なんだそれ。だからごめん、ハンカチと5パー5パー5パー。いや、1。最後、
しい。あーもうこれもね、あの5。え、でもこれは最近買ったのよ。買ったんだね。そう、買ったの。これだって自分のくし持ってないで有名なんだから。そう、エナピに借りるで有名なんだから。誰かに借りてるで有名なんだから。ずっとよ、中学の時から。そうすごいね、買ったんだ。じゃあロフトで買いました。ロフトでしかも100均でいいのに。そんなの買えよって感じじゃん。うん、ロフトでもう買いました。いくらよ。なくさないね、それだったら。そう、そっちの方がまあなくさないかな。私さ、入れててもくし入ってること忘れてんだよ。もうダメじゃん。え、そうなのよ。いや、何この参考にならんカバンの中身。え、だからほら別に言われないわけよ。カバンの中身を教えてくださいって言われたことないんだから別に。あ、そうだ。やっか、参考になる人間になります。エナピーのに期待してるから、うちは。あ、じゃあ私らに期待してるということで、うん、カバンから紹介していきますね、うん、はい、まずこちらがカバンですね、はい、このショルダーバッグなんですけど、チャーリーズ&キースみたいなところのカバンで、うん、まあ結構大きくて街もしっかりあって、でも今結構パンパンに入れてるんですけど、うん、これが結局使いやすいという。そうだね、結局黒、うん、ショルダーバッグが一番使いやすいということで、これをよく使ってますね、うん、じゃあまず1個目、私も僕と一緒の財布。これ夏と変わってるよね、うん、これはバレンシアガのやつですね、うん、サイズがやっぱいいわ。いや、マジで使いやすいこれ、うん、本当に。次、あ、iPhone だね。 iPhone なくした。iPhone なくしたんですけど、iPhone です。iPhone です。じゃあまずこちら、レイクポーチ。これも変わってないね。これも変わってない。これも私もね、結構ずっと使ってて、うん、黒だから分かりづらいけど、ね、このちょっとさ、色褪せ具合分かる。真っ白だったんだもん。ね、そう、うん。私はメイクポーチは、まずくしと、パウダー、リップクリームとリップ、うん、と、ミンティアが舐めれないんだよね、マウスピースって。はいはい、だから、あのこのシュッシュってやるやつ、これで終わらせてます。あとネイルをしてるので、あのオイル、これがアイラインと、あとコンシーラー、メイクポーチはこれぐらいかな。そしてあとこれですね、あの前まではこのでっかいバッテリーを使ってたの。これね、 iPhone4 回分ぐらいできるんだけど、うん、ちょっとでかいじゃない。でかい。ちっちゃいカバンの時にこれ邪魔だなと思ってで、買ったのがこれ。これが2回分。2回分だけど十分じゃん。十分。ダサくないね。ね、スタイリッシュだよね。なんかかっこいい。こういうやつ。やっぱこういうやつでーす。じゃん。私、矯正の器具、ワイヤー矯正をしてる人なんですけど、うん、それが取れて、マウスピースで安定させる人なんで、私も今マウスピースなんだよね。ね、だから、これはマウスピースを外した時に入れとくケースと、歯ブラシのセット。これ結構さ、だるくない？だる。いや、歯ブラシは本当に場所取る。そう、場所取るから、結構荒れなければいいと思います。あとあのミッティアはあのなんか名残で入れてます。で、私が一番最近で買ったやつがこれ、ピーチ。これ結構おすすめ、うん、そしてこちら、はい、おなじみ、はい、こちら夏も出てきましたけども、これ持ち歩いてるの偉いよ。これガチ結構持ち歩いてて、この紙は、ちょっと見せれないんですけど、今年の6月21日に、うん、スーパームーンと対案かなんかが重なってて、うんうん、本当に何かお願い事をするのにいい日っていうのをすごいツイッターで流れてて、うんうん、で、友達とこれを書いた。で、私はこうなりますっていう形で書いて、うんうん、それをあの持ち歩くようにするといい。へぇ、すごいじゃん。私はこう紙に書いて、で、あのいつもこれ持ち歩いてるからここに入れとこうっていうのですね。めっちゃいい。でございますね、はい、こちらでした。そしてあとこれアルコールのやつなんですけど、うん、かわいい。なんか弟がディズニー行った時にお土産で買ってきてくれたんですけど、ジャスミンのね。そう、絵柄がね、ジャスミンの絵で、匂いもジャスミンの匂いなの、これは。で、4つぐらいセットになってて、ダンボのやつは多分シャボン玉の香りとか、あ、いい。なんかアリエルの絵柄とか4種類ぐらいあって、私はまずこれから使い始めたんですけど、マジ匂いだよね。いや、これ結構お気に入り、うん、おー、つい。これですね、でもあの 50% ぐらい、うん、2回に1回ぐらい忘れるんだけど、そうだね、あのこちら夏に紹介したジョーマローンのイングリッシュペア&フリージャーコロン。てかこれでもさ、香水持ち歩いてもさ、結局するタイミング見失うというかさ、うん、あー確かに今つけようっていうタイミングがあんまり、そうだ、つけ直すタイミングあんまないよね。あんまないんだよ。わかる。だから焼肉屋さん行った後とか、あー確かに、今から誰かに会うとか、うん、っていう時につけ直すかもしれない。以上になります。はい。あ、違う、忘れてた、ここにいたんだ。このカバンの時はここにつけとくんですけど、私はエアポッツここにつけてます。以上です。え、てかあと何をさ持ち歩けばいいのか分かんないんだよね。確かになんかさ、やっぱ必要最低限というかではあるし、うん、そう、ちょっとレベル上げていきたいよね。なんか毎回同じようなのばっか紹介しててもね、うん、はい、ということで今回は冬のムクエナのカバンの中身紹介でした。もうちょっと進化できるようにやっておきたいと思います。はい、頑張ります。はい、ということで次の動画も見てね。せーの、おやすみ。